内容の重力異常重力法、または重力測定は重力場の強さの測定である。重力は加速度の単位で測定される。国際単位計では加速度の標準単位はメートル毎秒毎秒である。その他の単位には1センチメートル2に相当する丸や秒速9.80665メートル2に相当する G がある。G の値は おおよそ地球の表面での重力に等しい。重力を測定するのに用いる機器は重力系として知られている。一般相対性理論は重力の効果と加速度の効果を区別しないので重力系は特別な目的のための加速度計とみなすこともできる。体重計を単純な重力計とみなすこともできる。一般的な方の重力計では 物体を引っ張る重力に対抗する力としてバネを用いている。バネの長さの変化は重力とバランスを取るのに必要な力に調整される。その結果はニュートン等の力の単位で測定されるが一般的にわガるが用いられる。正確な測定が必要な時はより洗練された重力計が用いられる。地球の重力場を測定するときには 地球を構成する岩石の密度変化を発見するため、測定はミューガルの精度で行われる。これらの測定を行うために、本質的には上述のバネ式を改良したものと、いくつかの種類の重力系が存在する。重力の変化をモニタリングするためには、正確さ以外に安定性も重力系の重要な性質である。これらの変化は地球内部の質量移動化。 測定地点の近くの垂直移動に起因するものである。重力変化の研究は地球力学の一分野である。近代の重力系の大部分はテスト質量を支えるのに特別に設計された金属、または水晶性のゼロ長バネを用いる。ゼロ長バネはフックの法則に従わず長さに比例した力を持つ。ゼロ長バネの特殊な性質はバネ。 質量系の振動の共鳴周期が非常に長いことである。これにより、局所的な振動や機械的ノイズから離乗され、重力系の性能を向上させている。水晶と金属のバネは異なる理由のために選択される。水晶のバネは磁場や電場の影響を受けにくく、一方金属のバネは時間とともに伸びてしまうということが少ない。テスト質量は、 気圧の小さな変化が空気中のテスト質量の浮力に影響を及ぼさないように機密容器の中に収められる。バネの重力計は実際には異なる視点間の重力の差異を計測する相対測定を行う機器である。相対測定を行う機器は重力の絶対値が基地の地域の値との間で構成を行うことが必要である。絶対重力は 真空中でのテスト質量の重力加速度を測定することで得られる。テスト質量は真空の中で自由落下し、その位置と時間がそれぞれレーザー干渉計と原子時計で測定される。レーザーの波長はプラスマイナス 0.025ppb、原子時計の安定性はプラスマイナス 0.03ppb の精度であることが知られている。残存空気の抵抗、振動、 磁力等の外部効果を最小化するために最大限の注意を払わなければならない。このような機器では約0.002ミリガルの精度での測定が可能である。その主な用途は相対測定を行う機器の構成、近くの歪みのモニター、高い精度と安定性が要求される地球物理学の研究等である。しかし、絶対測定を行う機器は大型効果であり、 あまり出回っていない。重力系は航空機、船、潜水艦等の乗り物に搭載できるように設計されてきた。これらの特殊な重力系は乗り物の運動の加速度からは隔離され、測定値からその値を減算するようになっている。乗り物の加速度は測定される重力の変化よりも数百倍から数千倍も強いことも多い。また、 アポロ17号で月面に設置された重力計もあるが、設計の不具合により動作していない。二つ目の装置は機能していると考えられている。微小重力法は、古典的な重力法の基礎の上に最近発展した重要な分野である。微小重力法の調査は、空洞の位置と、そのモニター等の主に地質工学上の様々な問題を解決するために行われる。 近代の重力法は1936年にルシアン・ラコストとアーノルド・ロンバーグが発展させた。彼らは1965年の船搭最重力系や深い掘削工用の耐熱機器、持ち運び可能な軽量型の機器等一連の装置の改良を行った。彼らの設計の多くはデータ収集やデータ処理の部分に改良が加えられ2005年現在でも 使われている。ありがとうございます。